皆さんこんにちは。超人料理で芋人料理、今日は車麩で芋を作っていきましょう。材料はご覧の通りです。車麩は柔らかくなるまで2時間ほどかかるので、先に水で戻しておきましょう。ではその間にほうれん草のおひたしを作っていきましょう。お鍋にたっぷりの水を入れて火にかけていきます。沸いたらスプーン1杯ほどの塩を入れておきます。こうすることでほうれん草の色が鮮やかになり、下味もつけられます。ほうれん草は茎の硬い部分からお湯に入れます。10秒ほどするとしんなりしてくるので、そうしたら葉の方までつけます。10秒から15秒ぐらいさっと湯がいたら、ざるにあげて冷ましておきます。冷めたら水気をしっかり絞ります。根っこのところは落として一口大にカットします。浸し汁を作っていきましょう。お鍋にだし大さじ8、薄口醤油大さじ1、みりん大さじ1を入れて火にかけます。一度強火で10秒ほど沸騰させてアルコールを飛ばします。そして火を止め冷ましておきます。冷めたらほうれん草に汁をかけて浸しておきます。次は車麩に取り掛かります。車麩がこのように十分柔らかくなったら、水が垂れない程度に軽く絞ります。水を絞った車麩は半分に切り分けます。お鍋にだし汁大さじ3、醤油大さじ2、酒大さじ1、みりん大さじ1、ごま油小さじ1、砂糖大さじ3を入れ、弱火にかけます。煮立ってきたら先ほど半分に切った車麩を加えます。その間に片栗粉大さじ1を同量の水で溶かしておきます。10分ほど煮ると車麩に味が染みてくるので、片栗粉を加えとろみをつけます。お皿に車麩を盛り、汁気を軽く絞ったほうれん草のおひたしをのせて出来上がりです。いかがでしたか？車麩はお肉の代わりにカツや照り焼きにしてもプルプルした食感が美味しいですよ。ぜひ挑戦してみてください。